ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。今回からマーダーデートを考察していきます。ストレートなタイトルだね。そしていかにもなタイトル画面ですね。早速遊んでいこう。こんなのでたらめよ。キャンパス内で3件の殺人事件。2件目の被害者は、私が住んでいる寮の別の部屋にいた。キャンパスは封鎖され、授業は無期限に中断となった。最初の被害者は知らない人だった。どうやら2年生だったみたい。たくさんの友達がいたらしい。大学の半数の人が彼の通夜に出席した。私はスイートメイトとすら親しくないけど。スイートメイトというのはキッチンとバスルームのみを共有する人のことらしいです。彼女は静かだった。まともな人だった。一度ぐらい話したことはある。彼女はキャンパスのすぐ外で殺害されたから、警官は私の部屋にあまり時間を割かなかった。3人目はこっそり抜け出したところを殺された。誰も寮の建物を離れることになってなかった。でも、キャンパス外でのパーティーが重要だったみたい。それで、彼女はキャンパスから1ブロック離れたところで喉を切り裂かれた。みんなは今でも毎晩こっそりと抜け出している。ほとんどの生徒は無事に帰ってくる。3件目の女の子は運が悪かったんだと思う。そして、私はお腹が空いていた。私には温かい食事とビールが必要だ。でもコンビニに行くのも危ない。コンビニに行くか家にいるかだね。情報をまとめると、現在主人公が通っている大学の生徒が3人殺害されていて、犯人は現在も見つかってないということですね。大学か大学の生徒に恨みがあるのかな？あるいは単純に狙いやすいからという可能性もあります。こっそり抜け出してる子が多いみたいだしね。抜け出すと遭遇する危険があります。家にいるを選びましょう。リスクが高すぎる。こんな時に。誰だろう？やあ、ハリスだ。入ってもいいか？ああ、彼だ。マックス・ハリス、刑事で父の親友だ。彼は私にとって第二の父親のような存在だった。私は彼を中に入れた。元気か？この辺でかなり怖いことがあったのは知ってる。私は大丈夫よ。お腹は空いてるけど。ならよかった。連絡もなしに来て悪かった。俺は君を心配してる。君のお父さんもな。君に何も起こらないでほしいと願ってる。君はお父さんが残したすべてだ。わかるだろう。ええ、わかってるわ。気をつける。ありがとう。ここに一人でいて大丈夫か？君が望むなら、俺は隣の空いている部屋に泊まる。主人公のお父さんはお亡くなりになってるのかな。二人の会話からしてそうですね。まあ、近くにいてくれた方が安心だよね。ハリスとしてもそれがいいでしょう。よかった、すぐ隣にいるからな。おやすみ。おやすみ、ハリス。おはよう。よく眠れたか？何に関係する選択しかわからないけど。隣にハリスさんもいたことですし、よく眠れたを選びますか。それを聞いて安心したよ。俺はパトロールに行かなきゃならない。一緒に来るか？そうね。この辺りで面白いことは何もないし。かっこいいな。君は10分で準備してくれ。時間が足りないか5分で準備できる。随分極端な選択肢ですが、早い方がいいでしょう。俺は君の子供のようなイニシアチブが好きだ。ふむ。何を着ようかしら。万が一を考えてあまり肌を露出させてない方がいいよね。ドレスだとスカートが何かに引っかかる可能性もありますからね。カジュアルなものを着よう。準備できたわ。よし、動きやすい服を着てるな。それじゃあ行こう。おお、今日は人が増えてるわ。ここ数日が平和だったというだけで、油断しすぎだ。殺人犯は別の町に引っ越したのかしら？こいつらみたいに油断しないでくれ。クラスに戻りたいわ。すぐに戻れるさ。まあ、君は俺をケースの中に入れたわけだが。おそらくクラスとケースの発音が近いことを利用した冗談だと思われます。どういうわけか、気分が良くないわ。とても面白いだろ。車に乗って、街を回ろう。匿名の情報筋によると、ここは殺人犯が最後に発見された場所だ。ええ、私も大雑把な犯罪者だったら、ここにたむろするわ。確かに。顔に傷がある真っ白な肌の男が走り回っているという報告があった。そいつが犯人だと俺たちは思っている。気まぐれに走り回ってたんじゃないかしら。そう思うか？通常、連続殺人犯は不快なほど普通に見える。少なくともこいつは化け物に見えるほど良識がある。化け物？
僕は、かなり美しいと思うけどね。あいつだ。白い肌のやつ。白い肌のやつ？僕には名前がある。ジェフだ。お前、手を挙げろ。その役に立たない銃をしまってよ。それじゃ僕は傷つけられない。ここにいると危ないから逃げろ。いや、彼女をとどまらせてもらおうか。彼女はあなたよりもはるかに話しやすい。彼女に近づくな。頭の上に手を置け。そうじゃないと俺はお前を撃つ。やってみれば。な。ちゃんと僕の足を狙ったのかい？かわいいね。理由もなく容疑者を殺すことはできない。天才だな。あなたの大切な彼女を迎えに行ったら？やめろ。じゃあ。回避。どこに撃ってるのよ。何？だ、確かに頭を狙ったはずなのに。さっき言ったでしょ。役に立たないって。ちょっと。次に何かするときは、私を巻き込まないで。ごめんよ、これが僕の主張を証明する唯一の方法だったんだ。とにかく、僕は君に諦めるように伝えるためここに来たんだ。僕には何もできない。気が向いたら君の学校にいる全員を皆殺しにする。また会えるのを楽しみにしてるよ。待て。くそ。あいつ。消えやがった。私、絶対に卒業しない。くそ。なんてこった。描写的に銃弾がすり抜けたんでしょうね。まあ、普通の人間じゃないね。ジェフの目的は学校の全員を皆殺しにすることですが、気が向いたらということは細かく計画を立てているわけではなさそうですね。ターゲットも学校にいる全員ってかなり大雑把だね。しかしこれでジェフはマークされる。もはやジェフの行動は大雑把の域を超えています。目立ちたいのか、マークされても実行できる自信があるのか。今回はここまでです。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。